ゆうゆうの日本語ポッドキャストはい皆さんこんにちはゆうゆう日本語ポッドキャストのお時間です今日は、えー、2021年1月13日、えー、午後12時36分です <laughs> 詳しいなかなりうんえー、っとですね今日はですねグアダラハラめちゃめちゃ寒いです寒いっすよあの 多分今最高気温っていうか今の気温が12、13度ぐらいなんですね。で、あの日本だとね、13度って秋の気温なんですよ。そんなにね、寒くない気温なんですけど、メキシコはね、寒い。なんでかっていうと、エアコンがないから。日本だとどんなにちょっと寒いと、エアコンをつけてね、 とかストーブをつけて家の中はあったかい外は涼しいとか外は寒いけど家の中は暖かいっていうのが普通なんですけどメキシコの家はねあの特に僕の家はあのエアコンがないので多分ねメキシコの家でエアコンが置いてある家の方が少ないと思うんですよねでさだから寒い時は寒いしあの <laughs> 暖かく家が暖かく<ん>家を暖かくする方法がないっていうねもうこれは本当に辛いでね日本だとお風呂があるからね寒かったらお風呂入ってあったかいって体をとっても温めることができるのにメキシコだとそれができないっていうのがね本当に辛いよ <laughs> すいませんなんかねマイナスな 話から始まってしまいましたが、どうですかね皆さん、このポッドキャストポッドキャストを聞いてるとき、寒いですかね暖かいですかね暑いですかねはい。ということで、今回もポッドキャストを撮っていこうと思うんですけど、今回のテーマはですね、ちょっと、えー、僕のプロジェクトのお話をしたいなと思っています。っていうのが、えっと、ちょうどさっき30分ぐらい前に、 えー、YouTube チャンネル、ゆうゆうの日本語ポッドキャストっていうチャンネルを作って、えー、1個目のビデオが上がったところです。で、まあもちろんね、このポッドキャストも続けます。続けるんですけど、まあ YouTube でそのポッドキャストの私が話すことを文字にして、こうビデオにこう入れるんですね。だから皆さんは聞いて、さらにそれを読んで、 漢字の勉強とか、日本人のネイティブがどんなこう、話し方をするのか。例えばみんなの日本語とか、ああいう教科書の話し方はしないので、まあもう皆さん聞いてるからわかると思うんですが、そういうのを文字で見るっていうのはいい経験になるのかなと思って作ったんですよ。なので、えっ、ー、と、まあ、YouTube をアップロードをいや、YouTube チャンネルをこれ解説するっていう。 新しく始めたんですけど僕がどうしてそのプロジェクトを始めたのかっていう話は結構面白いのかなと思って、えー、と今回のポッドキャストを撮っていきたいと思いますそれではよろしくお願いしますユーユーの日本語ポッドキャスト」はい、でははまず初めに どうして僕がこのチャンネルを始めたのかっていう話なんですが、皆さんイメージしてください。これめちゃめちゃ大変なんですよ。<laughs> 大変なんですよ。何が大変って、あの、僕が話してることを一回文字にするのってすごくめんどくさいんですね。めんどくさい。めんどくさいよ。<laughs> そう。で、それを今度ビデオを、あの、ポッドキャストを、その動画編集ソフトって言って、そのビデオを作る、えっ、ー、と、パソコンのソフトに音だけ入れて、で、それに、えっ、ー、と、ゆうゆうのイラストを入れて、で、ちょっとアニメーションを入れて、で、さらにそれに文字を入れていくんですね。だから、文字を、その、文字を起こすって言うんですけど、こう、 声から文字にするの文字を起こすって言うんですけど、文字を起こす作業と編集の作業を入れても、そうですね、うーん、3時間とか4時間ぐらいかかるのかな一つのポッドキャストを撮るのに。いや、違う。YouTube のビデオをアップロードするのにね。 でも、普通のポッドキャストは、こうやって今撮ってるのが大体20分ぐらい話して、それを編集ソフトに入れて、で、あの、テーマとテーマで、あの、それではよろしくお願いしますの後に切って、音楽を入れるっていうだけなので、編集自体は30分かからないんですよね。だから、1時間以内でできる仕事を、あえてこの YouTube にアップロードするのに、4倍、 仕事が増えるけどそれでもやった方がいいなって思ったのにはもちろん皆さんのためになるっていう部分と私のためになるっていう部分があるからやってるわけですよね。これわかるかなこのビデオで皆さんもハッピーになるし私もハッピーにならなければならないっていうっていうあの2つのいいところがあるからアップロードをするわけです。 で,で、今から、じゃあなんでね、それをやったら私がハッピーになるのかっていうお話をしたいと思います。まあ、これでね、もし日本語のポッドキャストが増えたら、私と同じアクティビティをする人が増えたら、ちょっとね、私も困るんですけど、でも、日本語の学生のためにはなるのかなと思って、どんどんこういうお話はしたいなと思っていますので、やっていきたいなと思います。 で、えっ、ー、と、まずはじめにね、この話をする前に、今の日本語を教えるっていう、このスタイルのお話をしたいなと思うんですけど、うわ、うまく話せてない。<laughs> えっと、今ね、インスタグラムとか、YouTube とか、TikTok で、いっぱい日本語を教えてる人がいるんですよね。 もちろんネイティブだったりノンネイティブって言って日本人じゃない人も教えてるんですそれについて私はいいと思うんですノンネイティブの人がね教えてで勉強するチャンスがいっぱい増えていくのはとてもいいことだと僕は思っていますっていうか僕がダメだって思ってもみんな教えると思うんですねなんでかっていうともちろんあの <laughs> 中にはもともと日本語の先生で自分のお仕事をプロモーションするためにねインスタグラムアカウントを作って毎日言葉を教えたり文法を教えたりね中にはもう本当にフォロワーが欲しいとたくさんそのフォローフォローしてくれる人が欲しいから自分の写真をアップロードするんじゃなくて日本語の勉強をアップロードすると やっぱり便利だと思うチャンネルにはみんなフォローするのでフォロワー数がこう増えていくっていうのはまあ若い男の子女の子まあ誰で男の子でも女の子でもいいんだけど若い人は結構そうやってチャンネルを作ってる人もいるんですよね見るとでそうなるとねやばいなと日本語の先生例えばゆう日本語は一昨年このチャンネルが始まって で、いろんなね、ハポネスカスワルとか、あの、言葉を教えるっていうのをやってたんですよ。で、一昨年は、本当に私がこう、ハッシュタグで、ハッシュタグハッシュタグハッシュうん。ハッシュタグ,ュタグ,、うん、<laughs> ュタグで、こう、日本語、ハポネスとか、ジャパニーズって調べて、そんなにいっぱいチャンネルってなかったんですよ。10個とか。でも今、ジャパニーズ、日本語を教えるアカウントって多分何千ってあると。 思うんですよでそうなった時にねいや、僕の仕事どうなるのかなって思ったら、やっぱり他の人が真似をできないことをしなきゃいけないじゃないですか。他の人ができないことをする。で特にノンネイティブの人が難しいことっていうのは、こうやって話すこと。多分ネイティブみたいに話すことっていうのは結構難しい。ただ、ノンネイティブの人は、 あの文法を説明するのはすごく上手。多分私より上手。じゃあ、日本人の竹森祐介くんは何をした方がいいか、他の人にはできないことをしようっていうので、あの、面白いクラスっていうのが一つと、あとはこのポッドキャストっていうのが、まあ、あんまりコピーされにくいのかなと思って始めてるわけですよ。で、今、こうやって日本語のポッドキャストを 撮っている先生っていうのは、そんなにいっぱいはいないけど、でも、これからきっと増えると思うんですね。で、でそうなると、今度、じゃあ、ポッドキャストもみんなやるから、あの、私のスペシャルアクティビティじゃないってなるじゃないですか。で、そうなった時に、あ、じゃあ今度はこのポッドキャストを 文字を起こして、目で見れる形にして、やろうと。それはまだやっている人がいなかったので。っていうふうに、あのー、なってくるとね、私、なんかユスケ、ゆうすけ、ゆうゆうといえばね、ね、えー、クラスレハポネス、日本語のクラスと、えー、ポッドキャスト。っていうふうに、二つこう、あのー、これね、ゆうゆうの代名詞。代名詞って言って、ゆうゆうといえば、ポッドキャスト。みたいな、 そういうイメージを持ってもらえるとこれから仕事がしやすくなるなって思ってこの4時間1日ねまあもちろんねゲームしたいしあのー、アニメ見たいけどでもまあその時間そうやってねポッドキャストの文字起こしをすればまあこれから日本語の先生としてもうちょっと他の人よりも長くいいお仕事ができるかなと思ったので まあ、今回文字起こしをすることになりました。はい。ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい。じゃあね。まあ、これ今第五十四回で。 ね、この、このポッドキャストが YouTube にアップロードされるのっていつになるのかなって考えると多分結構先ですよね。多分8月ぐらいになるんじゃないかな。はい。で、まあこれで、これを聞いてるもし日本語の先生がいたら、おじゃあ私もやってみようと。ね、これまだ他の人はやってないから、 私もできるかもしれない。特に日本人は YouTube に顔を出すっていうんですけど、まあ、YouTube にか私の顔を映すっていうのは、あんまり好きじゃないっていう人が多いから、ね、言う、アフェ、これ、ポッドキャストだったら、ね、顔を出さなくてもできるし、ね、あの、いっぱいフォローしてくれる人がいれば、ね、プライベートクラスの学生集めやすくなるしっていう風にね、なってきて、みんなそれをやってくれたら、今度、 アバンサード、上級の学生のためになるから、まあいいかなと思って。で、特に、私は男なので、まあ男の話し方しかできないし、ね、女の人がこういうポッドキャストのチャンネルを作ったら、きっと、女の子の学生はすごく助かると思うので、あの、ぜひね、これ聞いてる人は、あの、挑戦してみてください。きっと、あの、日本語の先生として、あの、新しい、 ななんていうのかな、えー、チャンスがきっと来ると思います。はいということでね、まあ、そ,ういうそういう気持ちを持ってあの今日新しいチャンネルを作ったので、まあ、皆さんねもしこれを聞いている人は YouTube で「悠々の」のはひらがなね日本語は漢字でポッドキャストは英語英語っていうかアルファベットで調べてくれれば出ると思うんです。 はい。で、あのー、まあ、これからね、どういうふうに考えてるのかなって思う人がいると思うので、僕はなんか考えてることを全部話すようにしています。これでもしコピーされてもしょうがないし、で、言わないと僕やらないので <laughs>。そう。みんなにこうやってポッドキャストで、えっ、ー、と、発表することで、あの、自分にプレッシャーをかけてるので、言,う言おうと思うんですが、 このポッドキャストの YouTube を作った一つの、あの、なんだろう。私のね、こう、お金をもらおうという、ちょっと、ずるい部分が、ずるいってわかるかなずるい。そう。ずるい部分は、あの、ポッドキャストには私の、こう、話していることが文字で、ビデオで出てくるんですけど、もちろん、その、スクリプトは僕が持ってるんですよ。もちろんね、まず一回、その Google ドキュメントに書いて、 で、それをビデオにアップロードして、で、そのビデオを皆さんが見るんですけど、絶対ね、書いてあるものが欲しいと思うんですよ。だって、コピーして Google トラドクトールに、Google トランスレートに入れたり、ね、言葉の勉強をしたりするのに、絶対テキストベースの方が便利じゃないですか。で、いつかね、 このポッドキャストの YouTube チャンネルのその文字起こしがボリューム30ぐらいまで終わったらそのテキストを売ろうかなと思う。思ってるんですよ。そんなに高くないよ。多分一つ20ペソぐらい ?20 ペソって言ったら100円 ?100 円って言ったら1ドルぐらい。一つ。で、 売っていこうかなーって思ってます。まあ、買う人がいてもいなくても、私にとってマイナスはないので、ね、そういうふうに、こう、新しい仕事をね、作っていきたいなと思ってるんですよ。皆さんどう思いますかねはい。なんか、えー、そのスクリプト欲しいっていう人はぜひコメントを送ってください。あの、売ります。ね <laughs> 売りますって言い方すごく、なんか <laughs>、あれですけどね。はい。 ということでね、まあ、今年もどんどん新しいプロジェクトをしていこうかなと思っているし、もっとなんか日本語の学生が欲しいものをどんどん作っていこうかなっていうのと、もうあるものなんだろう。例えば言葉の勉強単語のリストとかっていうのは、インスタグラムで私よりもデザインが上手な人がいっぱい作ってるから、もっと私だけしか作れない私を見てっていう。 なんか、あ,あ、ゆうの声が聞きたいみたいな、そんなね、か、ゆうが見たいっていう、そういうアクティビティができてくれば、ね、私のこの大好きな日本語の先生っていう仕事はもうちょっと続けられるのかなと思ってね、今回え皆さんにお話し,しています。このね、ポッドキャストがアップロードされる頃には、3つぐらいね、 えっと、YouTube チャンネルにアップロードしたいと思いますので、これね、これも皆さんのね、助けが必要なんですよ。っていうのは、このポッドキャスト、もうスペイン語関係ないんですね。だから、ゆうゆうの日本語ポッドキャストって言って、スペイン語がもちろん入っていない状態の、こう、チャンネルメイクをしているので、 だから、これを聞いている、もしタイの学生がい,ていたら、ぜひ、そのタイの日本語の学習者のコミュニティに、このチャンネルを教えてもらいたい。そう。インド、あなた、そう、インドの、インドから聞いている、このポッドキャストを聞いているあなたは、インドの学生の、そのアバンサード、上級の日本語の学習者のコミュニティに、このチャンネルをおすすめしてほしい。YouTube チャンネルを。それは、みんなにとってマイナスにならないから。 そう。でそうすればなんかあのー、今までは悠々日本語っていうのはラテンアメリカのアクティビティだったのが今度世界のこう上級の学習者世界のアドバンスの学習者に何かお手伝いができてその私たち悠々ファミリーがこう世界に広がっていく。そんな 一年にしたいし、その一年にとっても大切になるのが、この新しいゆうゆうの日本語ポッドキャストっていうチャンネルなのかなと思いますので、ぜひぜひ助けてください。そして、シェアしたらね、あのー、ぜひメッセージ送ってください。おじゃゆうゆうさん、あのー、この間、例えばタイの学生のコミュニティにゆうゆうさんのチャンネル おすすめしましたよってインスタグラムでメッセージ送ってくれたらもう私すごく嬉しいからなんだろうボイスメッセージとかであ、何々さんありがとうとかその人のためにできることをもっとやりたいと思いますのでそうやってみんなつながっていきたいなと思いますどうですかねワクワクしませんみんなで一緒に叶えましょうということで、ゆうゆう日本語では引き続きテーマの募集をしております こんなテーマについて話してほしいこんな話が聞きたいというものがありましたらぜひぜひ Instagram のダイレクトメッセージそして、えー、Facebook のコメント欄、えー、そしてメールアドレス「遊日本語」「@marcgmail.com」そしてそして YouTube チャンネルができましたので YouTube のビデオのコメントに書いてくださいこれでもっとみんなとインタラクティブにできると思うので はい。そうやってみんなのコメントをこう、コメントで話しながら、このポッドキャスト盛り上げていきましょうね。それじゃあ皆さん、ゆう,ゆうじゃねえや。引き続き日本語の勉強頑張ってください。それじゃあまたねバイバイ